ハトクさん、年齢が老いてきましたと。サイズでかなわない若いピチピチな体に勝つには何が必要ですかと。まあ勝ち負けじゃないんだけれども、まあ俺もさっき何回も前言ってるけれども、やっぱり体は変わってくる。これはもうエイジーズジャストナンバーだけど、これはまあメンタルとしてはね、俺はメンタルではまだまだしてないんだけども、別にそういう意識はないけれども、やっぱり体はね、これはね否定できない。体は変わってくる、どんどん年齢に。それに逆行するのはウェイトトレーニングなんだけれども、それでも若い時から選手やってる人だったら絶対わかる。だからまあみんなコンテストから退くわけじゃない、ずっと同じから。まあ中にはまれにね、60歳、アルバート・ベックスとかロビー・ロビーさんとか60歳あっても一線で活躍してる選手もいいけれども、ほとんどの選手はやっぱり 何十年かやってくると体がやっぱり思うように仕上がってこないとかね、なってくるから要するに退いていくわけだ。なのでこれはしょうがないというか、そういうふうにね、人間もどんどんまあそれに逆行するんだけれども、要するにまあ体が変わってくると。でそれに対してトレーニングと食事で対応していくと、それにね、逆行するということが、まあ、俺が目指しているところで、まあ、さっき言ったようにマシンのトレーニングもそうなんだけども、サイズでかなわない、まあ、これはね、もう人と比べると難しい。だから、まあ、このハト君のここでの質問で、俺はまあ他の人と比べてるのは自分の中でどう変わっていくか、ということが大事だと思うので、だからまあ自己満足だね。自己満足をいかにしていくかということで、ただまあ体が衰えるというか、まあしょうがないやつとか何もしないでいると、それに逆行してっていうウェイトトレーニング、我々の目標すら変だけれども、やっぱりあの人すごいなと。まあ俺ももうあと2年で50歳になる、50歳になってあんな体してるのと思われたいと、そういう目標もいいんじゃない、ね、なのでまあ他と比べてもしょうがないのね、他の人と、特に若い選手とね。次、ダーシモさん。筋トレを始めてから健康診断で肝臓の数値が上がって、要再検査と診断されます。何かサプリメントなどで改善する方法はありますでしょうか。まあ肝臓の数値はね、もちろん上がるんだよ。筋トレしたら筋肉が破壊された時の、酵素が当然肝臓の数値を上げる場合もあるので、これは異常に高い数値じゃない限り、普通のお医者は要するにその数値見て高かったら、あ、なんか病気なのかなと、ね、トレーニングしてるって分かってないと思うので、トレーニング に対しての、ブラッドウォークの反応が驚くほど分かってない人が多い。で例えば俺はアジア大会出た時に、アジア大会ってボディビルだけじゃなくて、もうアジアオリンピックに、まあ、ボディビルが採用されてた時があるわけ。その時行った時に、もう日本代表だから、要するに普通 の陸上とかそういうスポーツと一緒に行ったので、要するに選手も一人一人オリンピックセンター行って、埼玉のところに行って血液検査もそうだし、体 の体脂肪率は全部測ったわけ。ただボディビルダーの血液検査はものすごい数値が出るわけだ。クレアチニン、例えばね、クレアチニンといって筋肉が破壊されてるその数値は、要するにトレーニングして筋肉を壊すことがうちらの仕事だから、まあ壊してから再生させるんだけども、壊さなくちゃいけないでしょ、まず。だから壊しまくってる俺たちが行くとクレアチニンがもう筋肉が溶ける病気みたいな値になるわけだから、普通の医者だったらそれびっくりしちゃうんだけど、もちろんオリンピックの、ドクターたちなので、それは別に普通というか、アスリートだったらこれはありますよというのを知ってるから なんともないんだけども、そういうふうに数値のボディビルダーとか、まあ、特に、まあ、ボディビルの場合学生とかね、その要するに先生名が長いわけじゃない。なので、まあ、俺みたいな年齢の話が多いんだけど、年になってもその血液検査とかして、普通は運動してる人だったら、まあ、そういうことあるかもしれないんだけども、若い時にね、まあ、年齢のいうこともあって、それをびっくりされることもあるんだけども、もちろんこのお医者さんがね、もちろんスポーツのことを知ってて、この数値が異常に悪いんだればこれは問題だけども、筋トレを始めてからって書いてるので、俺はそれほど心配することはないと思うんだけども、サプリメントなどということはこれ書いてるけれども、もちろんサプリ予防として、例えばプロホルモンとか取ってる場合は必ず俺は取るように勧めてるんだけども、トゥデカーであるとかね、あとうちのボディカフェであってリバーであるとか、これは
必ず取ってくださいって言ってるんだけども、それはもちろん取ってもいいけれども、異常に数値が悪い場合、そのサプリメントで下がるかといったらそれは少し難しいかもしれないので、これはお医者さんのアドバイスが必要なんだけれども、まあ、ここでダーシモさんが言ってる俺の印象的には、そのサプリメントで取ることによってこれはある程度予防できるかなという感じはするけれども、ここで俺はまあお医者さんじゃないので実際に数値を見てるわけじゃないので断言はできないということで、まあ、もし異常な数値だったらやばい、これは大変ですと言われたりしたら、スポーツ の詳しいというかね、お医者さんも受診することをお勧めします。桜ホットタブが好きですと、お風呂トレーニングと合わせて考えた時効的な入り方などありますかと、富永翔太郎さん、これは暑すぎる、まあ、お風呂ホットタブが好きです書いてるんで、そんなに灼熱の暑さじゃないと思うんだけど、まあ、ぬるま湯ぐらいでゆっくり入るのが好きというこんなイメージがあるんだけれども、トレーニングの直後に例えばサウナとかでね、入って、まあ、汗をかきたいという人もいるかもしれないんだけども、これはね、トレーニングの後って炎症が起こっている状態で、どっちかというと冷やした方がいいわけだ。なので、まあ、ストロングマンとかね、まあ、アスリートはアイスバスに入るわけ、トレーニング終わった後炎症をまずは、その解消して回復させるために。ただ、まあ、ホットバスはこのぬるま湯とかであればトレーニングの後こう血行を回すということではいいと思うんだけれども、暑すぎる場合は、まあ、炎症をこう助長しちゃうので、サウナとかね、これは逆に冷やして、まあ、冷やして温めてっていうのはね、アイス、まあ、サウナで入ってその後冷やし、アイスバスで冷やし風呂っていうのが水風呂かに入って、そういうのはまあ行ったり来たりするのは逆にこれは、まあ、良くないか、やっぱ炎症を流したのが結構良くなるので、まあ、トレーニングの直後っていうのはこれやめた方がいいな。だまあトレーニングやって落ち帰ってちょっと立って、そのままその後ホットバスタイムでいいと思うけど、トレーニング直後は冷やした方がいい。